沼にはまりに来ましたってありがとうかわいありがとうブザービートありがとうございますめちゃめちゃ嬉しいでございます眠いおでこあのね聞いてよ 今日中…あのね去年、ね、6時に起きて二度寝二度寝というかしてしまいまして6時半これは順調なんですよいつもの感じなんかさぼーっとさメイクしてたらさ髪やる時間なくてさで、前髪もさなんかさちょっとさうまくいかなくてさ横にやったのでもね おでこ出したくなかったんだよほんとはでも前髪がほんとにさやばくなっちゃってさチリ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 ではないけど何ていうのまっすぐいかなくてなんかちょっとねやばくてねあこれはもうめちゃめちゃ遅刻するなって思ってね前髪も仕方なく出してるえー、仕方なくで仕方なくあバラありがとうございます バラありがとう。沼にはまりに来ましたってありがとう。はるちゃん、はるちゃん好きよってありがとうございます。仕事行ってきますって言ってらっしゃい。おはよう。かいかいけん。<laughs> ありがとう。村長代理、おはるかでございますっておはるかでございます。おはよう。5分遅刻しました。おはるちゅうっておはるちゅん。 私も遅刻したいよね私が多分配信時間始めるの遅かったから5分じゃないよ多分遅刻ね仕事行ってきますっていってらっしゃいお仕事頑張ってくださいおでこ可愛いよやばいね <laughs> ムザビートありがとうムザビートおはようおはようございます皆さんおはよう すごく今日はねあのいつもより花粉症はね全然平気なんです皆さん花粉症じゃないんですかなんか皆さん花粉症じゃないん、ね、おはようこれなんだっけ風呂敷風呂敷ありがとう風呂敷ありがとうございますう目がすっきりしない仕方なくかってそうなんよそう まっっすぐかかなかった <laughs> 前髪がまっすぐいかなくて仕方なくよこれで、ね、もうちょっとあと5分あればね前髪を下ろせたんだけどさ「<laughs> はやちゃん眩しいよ」ってまさかおでここれ眩しいって「<laughs> かいかけありがとうみなみかさん」ってはじめましてみなみかはるかです。来てくださってありがとうございます。 ありがとうテロップに「肉」って書いておでこに合わせてた同期がおったのって嘘こうやって私もやりたい私肉肉じゃないな何にしようなんかいいのないかな花粉症ではないあ花粉症じゃないのまさかの私だけ花粉症ってちょっとさ唇にさ色つけたいなんかさ 普通のさ何ティンあの何ティン,トティントっていうかさなんていうのあのツヤってなるさリップは塗ったけどさ色つけてないからさちょっと色つけていいつけちゃう <laughs>。 マシになった。ね、はるかさんおはようございます。可愛く発言ってありがとう。おはよう。ありがとう。あ、誰もありがとうございます。ゴロ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 ,ゴロ。ありがとう。ね、今日寒くないみんな。寒くない。待ってあのは久しぶりにお天気コーナーやるわ。<laughs> はるちゅんのお天気コーナー。 た多分全然盛り上がらないやつ新潟の天気を発表しますあっイエーイってやってくれてるありがとう今日の天気はやや曇り <laughs>、えー、最高気温25度で最低気温が16度あこれ寒いですね絶対。 やや曇りってなんやこれなんややや曇りって何ほぼ晴れですよもうずっと晴れだよあの現在と8時が曇りっていうだけで他全部晴れなんだよこれはもう晴れでいいやんダメだ突っ込んじゃダメだ「かわいがわけんありがとうお仕事行ってきます」って言ってらっしゃい丸をつけるあ丸か。 NGT 朝配信4人揃ったえ四4人揃った嘘四4人 ?1234 あそういうことかリリカちゃんやってたんだあのリカさんとあのルアちゃんの,あのルームは行った遊びに行った見に行きましたで リリカちゃんが私と被ってて見に行けてない明日14歳になるだってかわいいねえブザービートねえ花粉症あ一緒か花粉症花粉飛んでるよね花粉飛んでるよねだよねあブザービートありがとうありがとうございますおはよう おはようございますまたねってあ、おいつもまたねって言っちゃうでもまたねって言いながらこの配信いるよね <laughs> それは私知ってるよやや曇りってことは晴れやねってそうなんよそうそうそう今日いい天気ですね、今日おはようおはようございます来てくださってありがとうございます ね、ブザービーターありがとうね、おはようおはようございます14歳とは若いねって言ったよね若いね私もそう思うよね私と4歳差だもんやばいなんかさなんだろうあの33歳差 ?3 歳差ってさあ3歳差あのさいきなりだけどさ 3歳差ってさすごいさなんか差がさなんかすごい大きく感じませんなんか2歳とかはあのー、中学校高校とかぶるけどさ3歳ってなるとさかぶらないじゃんギリギリだからね大きいなって思う差がどうなんだろうでもねあのベルちゃんとはね ベルちゃんあの磯部ルあちゃんとはもう親友だと思ってるので私はで私は大親友だと思ってるのでね3歳なんてねあのー、なんか3歳の差がな,なく感じるで14歳って言ったら僕がうちの村長を知った年やなってあそうなん 田山もいい天気ですってあほんとならよかったです。ね天気いいならいい <laughs> また寝てまた寝しちゃうのほんとに。おはようおはようございますおはよう、ね。ちょうど入れ違いになりますもんねってそうなんよね。そうそうそう。悲ししいいことにに入れ違いになっちゃうんですよ、ね、私が高校卒業したら ロアちゃんは高校入るんですよ。やあ、こわ<怖っ>。<laughs> 今の叫び方やば。悲しいことにそうなっちゃう。ね学校一緒にならないからね、うん。おはようございます。おはよう。おはようございます。マリーナお姉さんとは何歳差ようって。待って誰誰。私？私かな。いやあのー。 あれかなリりかさん。リりかさんのことかなかわ、ね、いく発見ありがとうかわいく発見ロックオンされちゃう。はやちゃん、い一度笑ってよって。<laughs> 何一度笑ってよって何一度笑ってって。私の笑い声聞きたいイヒヒヒみたいな、ね。自覚なしなんですよね。イヒヒっていう笑い方が。 おはようおはようございます。来てくださってありがとうございます。みなみかはるかです。みなみかはるかです。よろしくお願いします。あ、ブザービートありがとう。ブザービート。で、留年すれば一緒になれるかもよって。え、私私もしかして。私、いや、留年はダメよ。留年はね、さすがになんか、 あのなに私留年あ留年はしないように頑張らないとね <laughs> もう一年なんて耐えきれませんよもう一年耐えきれない南川遥学校行くのもう無理です9じゃないってあ私私ですか,私のことか私 春姫とまりな姉さんあ私か九九なのかな私可愛い,い子発見ありがとう可愛い,い子ありがとうね何年も笑い方変わってない私そんな変わってない笑い方待ってよいしょ ねえ、タコありがとうございます。あ、待てタコありがとう。タコ。ありがとうございます。タコタコタコ祭り。ありがとう。タコ、あ、やばい。なな、ななこさんも七年留年でようやく卒業できるしって。あ、あのさあ。あ、だめだ。言っちゃだめだ。 やばいネタバレするところだったまだ見てない方ねな流年っていうのかねハト <laughs> ありがとうございますありがとう今うまい棒のコーナーやってるよってえっ何の何のうまい棒のコーナー何かかなカイコあ,けありがとうでなんか 最近来てくれてるありがとうございますすごく嬉しいねっち,ちゃん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 おはようっておはようおはようございます仕事なんでまたねってあまた来てねお仕事かならしょうがないねまた来てね待ってますもうツアー出ないし ネタバレしてもいいんじゃってえ待ってツアーの話ってよくわかったね私濁してたのによくわかったねやっぱりあの通じ合ってますねこれはねツアーの時にさ7年留年してるっていうことなんかそれで ねあみんな知ってたんかみんな知ってたもしかして <laughs> ねみんな知ってたまさかのねおはようおはようあテレビでうまい棒えっ、え、こっちもやってるのかなね七7年留年はツアーでしかないのよってあ確かに。<laughs> 確かにそうじゃんね、おはようみんなおはよう南川遥です来てくださってありがとうございますあ、そういえばさ、私さ自己紹介のさ紙っていうかさなんかさ、準備したじゃんそれさ、出すの忘れてるねホワイトボードかななんか自己紹介の やつ出すの忘れてるんだけど「おはようおはようブザービートありがとう」「かわいく発見かわいく発見ロックオン」録音「<laughs> うまい棒はるちゅんは何味が好き?」ってえー、今テレビでうまい棒のランキングしてたよってうまい棒さ なんだっけたこ焼きだっけたこ焼きだっけなんかたこ焼きの味が一番好きあのうんなんかねその味がね癖になる味あとなんかねえうまい棒ってさ何味あったっけなんかいっぱいありすぎてさあとなんだっけうまい棒種類なんだっけなあ、ね、明日の卒考 卒婚の話ならダメだけどねっていや <laughs> 私知らんのよ、ね、私私もそんなあの明日のことをネタバレするような人ではないでもまず知らない待ってあチーズ味とかポタージュおはようございます南川遥です てくださってありがとうございます。おはよう。みんなみんな早起きですね。お仕事ですか？これから今日休みの方いますか？はーい。あ、ごめんなさい。私じゃないよ。私じゃない。あのファンの方の声を真似してます。はーい、っていう声なんか私が返事したみたい。元祖たこ焼き味と照り焼きバーガー味が好きですって照り焼きバーガー味なんてあるんですか？

コーンポタージュ味とか明太子味とか好きやなってああその味私も好きねえ私も好きねえはいってはいが多い待って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 嘘今日休みなのなんかはいが多かったねえ私なんかそんないないと思ってたけどはーいって はいって言いたい人生だったって私も言いたかったねなんか今日さ休日の感じなんだよね私なんでか知ってるなんでかっておでこを出してるから休日みたいね <laughs> うまいもの1位コーンポタージュで2位が明太子3位からは記憶ないって記憶ないうそ私のたこ焼き味は 私のたこ焼き味は何位だったんだろうちゃんと学校には行きましょうってあ頑張ります学校にはねちゃんと行かないとねえ当にやばくなっちゃう成績がねえ勉強はしないけど学校には行く <laughs> 今日休み今日は休みなのねいいねゆっくり休んでねでも早起きだね ね、ね早起きだ、ね、みんな早起きだね休みだ休みでも味の一環、ね、とんかつソース味なんてあるんですねマイ <laughs> の種類は16種類らしいよってえ十16種類なの嘘なんかさ え、なんでだろう。え、なんかさ、私がさ、見てるランキングさ、人気ランキング。一位から二十四位って書いてあるよ。ね。おはよう。おはよう。勉強も一応してくださいって、あ、わかりました。勉強も。頑張ります。あ、現在で、あれか、販売されてる種類かな、それ。 はーいって言えたら最高やけどなって確かにね私もはーいって言いたかったねあと2日後はーいって言える時が来る気がする待ってあと2日後嘘嘘だあと2日後分かん待って今日が何曜日だっけ今日が今日が木曜日か あやっぱりえっ今日がえ今日木曜日今日が水曜日待って待って今日あ昨日がスイスイ水曜日だから今日が木曜日かやばいやばい曜日感覚なくなってきてるやばいやばいねえはるちゃんの配信に合わせて起きてますって <laughs> 優しい方がいる本当にやばいね皆さんありがとう沼にはまりに来ましたってありがとうございます おはようおはようございます。ねいやいや学校は勉強もするところやしって <laughs> 確かにね大阪の人に聞いてって、ね、大阪の方あれ大阪じゃなかった大阪じゃないの待って大阪の方でもね2000、うん あ歴代がいっぱいあるけど2000この記事2021年になってる3月現在になってるなんでだろうね今ないわ2022年の情報がない「三四行ってくるね」仕事行ってきますハルちゃん頑張れ」ってありがとうお仕事頑張ってください頑張ってい <laughs> ってらっしゃい 可愛いくあっけんありがとうピピピピピありがとうあ二2日後流通センターやんて確かに私はいけるのでしょうかどうなのでしょうか「すいすいの日の翌日よ」ってありがとう木曜日らしいんだ今日。 おはよう、みんなおはよう、おはようございます。南川遥です。来てくださってありがとうございます。やばいね。二千二十二年の記事あった。見つけられた。 歴代うまい棒のフレ,フレーバーはなんと60種類以上だって <laughs> あフあ携帯落ちるところだったやばいやばいねか愛いく発見ありがとう可愛いく発見ロックオンありがとうございますついさっき起きたあな,なんか眠そうですねね私もさ1時間前に起きたんですよ いや1時間半でした間違えたなで今ねなんかねお腹空いてきた、ね、消化消化したみたい消化はしてないなお腹空いてきたおはようございますおはよう、ね、何も食べてないから消化はしてないね 今日は何を食べようかなブザービートありがとうブザービートビー来週50チュンチュンってありがとう50カントありがとうございますでもこのうまい棒ランキングは該当調査やから待ってこれは合ってる完全に じゃないよってあっそうなんそうなんかえー、何えなにえ今日何食べる今日みんな何食べたいねみんな何食べますか今日今日何食べたみんなもう私は何食べようか迷ってます今日はパンにするかお風呂にするかあ間違えたか <laughs> 待って待って頭終わってないちょっと待って今のカットカット一回一回カット今日はパンにするかご飯にするか待ってあとあとなんだっけあ肉今日肉の日かヨーグルトにしようかえ、ね 昨日おしばれしてるから気がねなくコメントできるよって確かに私推ししっちゃったわ思うねえ合ってたよかったねえまだまぶたが重いよってわかるわかるよ私もまだまぶたが本調子じゃないルーちゃんスープパスタ食べてたよってね美味しそうだった私それを見てねおなかギュルギュル鳴らしてた

で私もさあの最近あ最近はまだ最近は食べてないけどさお米の方が消化し,あのしづらいからお米が好きなんよね「ウザービートありがとうウザービートーありがとうおはようおおおおでこ出しねでこ出ししてるおでこ出してる」 発見ってロックオンありがとう流れ着いたよってありがとうおいえおようおはようだこれおおはようか基本的に朝は食べないって分かるんですよ私も朝あんまり食べない人でも今日なんかおなかギュルギュル鳴らしちゃってるからさ食べないといけない日おなかと背中がくっつきそう 白米にのりたまふ,ふりかけて <laughs> いいね私のりたま持ってるからさえー、かけちゃうかないいなそのえー、どうしようなんかみんないい組み合わせを出してくるな卵かけご飯も食べたくなっちゃったね朝あんま食べないんよなってわかるよわかる私も食べないあんまり、ね、いつもだったら食べないでも今日は本当にやばい食べないといけない日 「つぐつぐって、あつつぐぐの日でもあるよ」ってそうなんやパンはお夜あお夜食かお夜食で食べましたって夜食パンなんだ私さ夜食はさあのラーメンの人なんだよね夜食は「おはよう沼にはまりに行きました」って「ありがとう」来てくれて。 こ今日はグランキューブ大阪で NMB48 の12周年ライブアンダー見に行くよってあーいいね私も行きたいなんかさ私のさあのファンの方かなファンの方っていうんですか配信来てくれる方とかメール送ってくださってる方今日今日,今日っていうか昨日と今日とかあのみんなねグランキューブ行ってますよ ねおはようウザービートありがとうウザービートありがとう朝ごはんはいつもおにぎり1個食べるってあーいいねおにぎりもいいんだよなおにぎり自分で作っちゃうかな眠いけど仕事行ってきますっていってらっしゃいいってらっしゃいです頑張ってくださいお仕事朝食べるうまい棒を考えてたのかと思ったって違うようまい棒じゃないうまい棒じゃない ベルワールドからハルチュン沼に飛んできましたってありがとうねえまさあの終わったんだよねルアちゃん朝はジャムにパンかけて食べますってえ待って逆じゃない <laughs> あでもジャムに入れてるってことかなジャムにパンかけてってねえかっこよくなら朝食べないときついって確かに ね、お腹ギュルギュルになりすぎてさ響くんよね,ね朝食べないと朝ごはんパン派あコーンフレークねあのね朝ごはんにねコーンフレークばっかり食べてたんですよコーンフレーク2杯とかあの一時期あの高校2年生の時にコーンフレークハマりすぎてそしたらさそしたらなんか体重が2キロ増えちゃってでねあこれやばいこれなんだろうって思って。 あやばいどうしようって思ってですごい顔もさ膨れ上がっちゃってもう食べ過ぎて朝朝昼とかめっちゃコーンフレーク食べてたんだよそしたらなんか太っちゃって「であやばいこれどうしよう」って思ってあのー、一回やめてみたんよコーンフレークそしたらね体重2キロ落ちた。<laughs> コーンフレーク何杯も食べると太るっていうことをね分かったのでねコーンフレーク恐怖症になったで昨日友達と久しぶりにサイズ行ってきてランチしたけどワイン飲みすぎてベロンベロンにってえ待ってそのコメント見たそのコメントさあれだよベルちゃんのさルームでしてなかった私そのさコメント見たよねなんか なんかスタバの話とかしてるときんかさその話見た気がするあ聞いた気がする、ね、あ違う方かな違う方だったらすごい運命「ね、おはようちゃん」で、ね「おはようちゃん」ってなんだろう、ね「来てくれてありがとうございます」「ウサビとありがとうウサビと」「大阪公演来たら絶対会いに行くよ」ってえ嬉しい。 ねえお腹すいたおにぎりの具で好きなものは何ってえっとねツナマヨか鮭ですツナマヨか鮭どっちだろうね今今えー、どっちだろうえー、今どっちがいいんだろうツナマヨかな今日は吉本の有楽町シアターにカエリさん見に行きますわってあそうなのいいね コーンフレーク恐るべしそそうだよそうコーーンフレークやばい何だろうじゃないのよってそうあコーンフレークハマりすぎてさいあの朝2杯とか昼2杯とか夜2杯とかもうコーンフレークばっかり食べてたんだよそしたらもう2キロ太ったそう2キロすごいよねね一1杯だけだったら別に太らないと思うんですよ普通の量だから。 でももうガブガブもう食べちゃってて最高で3杯食べたでもいつも2杯なんではるちゃんお昼休みお弁当派購買派ってお弁当派でしたお弁当派でしたじゃないな今もですけどお弁当派おはようおはよう、ね、2キロすごいよね,ねエピソードがおもろすぎるってえっ <laughs> エピソード面白いいやばい私なんかどんどんハードル上がっていっちゃう職場に着いたら「チュンチュンまた寝てまた来てねお仕事頑張ってねいってらっしゃいしてましたよねやっぱりしてたで、スタバにワインあるの?」って言い間違えてたねベルちゃんってだよねねその話さちょうど見てたねちょうど見てました「よく見てるね」ってベルちゃんベルちゃん推しなんだよね ツナマヨシャケおいしいよねっておいしいよねめちゃめちゃおいしいブサビートありがとうおはようございますおはよう前髪上げてるの初めて見たってあ,あのね初めてですよ配信であのー、でもね初めてだけどなんだろう普通になんかさあのスクショタイムの時に こうパッてやったことあるけどもうずっと出してるの初めてね本当は出したくないんだけど前髪がさ言うこと聞かなくてでもう配信時間過ぎちゃってあやばいって思いながらもう横にやっちゃった「貝国健ありがとう」「それはただあそれはコーンフレークじゃなくただ量の問題では」ってそんなこと言わないで。 そんなこと言っちゃダメ私分かってるよ自覚してます量のせいって自覚してるでもコーンフレークを食べたから私ハマってしまったんよコーンフレークの罠なんですよこれがおにぎり屋さんを見かけるとついつい寄っちゃうって分かる分かりますねおにぎり屋ねなんか新潟のさおにあ新潟さんなんかおにぎり屋多くないなんかさ 分かんない分かんないけどなんかねよく見かけるんよでおにぎりはちょっと寄っちゃうよねシュークリームありがとうございます嬉しいパクパクパクおいちい <laughs> あなんだっけなんだっけあペンライトありがとうございますペンライトありがとうはるかちゃん今日は学校はるかちゃん今日学校だよ結局 おはようかわいい子発見,って、ね、えい子発見ありがとうちゃんと言ってくれてるおはようスタバにワインには笑えたって私もびっくりしたスタバにワインってなんかさ私さあのメイクしながらあの聞いてたんですよなんかラジオ感覚にでなんか「スタバにワインってあるんですか?」って「えっスタバにワインって売ってるの?」って思っちゃった あの私スタバあんまり行かない人なんよあスタバ行ってもさ同じものしか頼まないよだからメニューを知らなくてさでワイン売ってんのかと思った本当に「朝配信は基本仕事行くから見らないよ」って「そうなの?」そっかあでもさそっか皆さんそうだよねなんか皆さんというか早い方 僕は明太子派なんだよね。でもさっきも好きってあ、本当だって沼にはまりに行きましたって。ありがとうございます。待ってこれ違うな。これは違う可愛い子発見の時だ間違えた。手間違えてしまった。南川遥です。よろしくお願いしますね。あ、あれはおにぎりことぶきやーってね。待っておにぎり食べたくなっちゃった。じゃん。ダメだ。おにぎり食べたい。 じゃあまた夜配信行くねって言ってきましてお仕事頑張ってくださいまた来てね待ってまーすケ、ね、ロクさん濡れ着ぬきさせられとるやんって <laughs> やだそんな私そんなことしてない、ね、コーンフレークはプレーンのやつハニーコーボとかチョコはとかあるよねってえっとね プレーンを食べ過ぎたあの前の時は高校2年生の時はプレーンを食べ過ぎてあのででもねあのチョコも好きよチョコバスセンターのカレーの近くにあるおにぎり屋美味しいよってどこだろうバスセンターの近くにおにぎり屋あるの ね、新潟おにぎり屋です出てくるかなこれかないや違うなこれじゃないのえ、おにぎりバスセンターの近くのおにぎりおにぎり屋おにぎり屋多すぎてさあこれかなあ美味しそうあこれこれ寿屋なえ待って バスセンターの近くってさもしかしてさ寿屋のこと今さあれって思ったんだよえ待って待ってバスセンターの近くにあるおにぎり屋って寿屋もしかしてねバスセンターのカレーってさどこにあるんだっけ待ってそれがちょっとよく分か,かってないねえ はじめましてじゃない。はじめましてじゃなかった。あ普通に通勤電車の中でいつも見てますからって。あ本ほんとありがとうございます。おにぎりパラダーパーラダイスだ、これ。<laughs> おにぎりパラダイス。ねえ、おにぎり食べたい。ねえ、はるかちゃん。 ツーショット会はあのまだあの3期生は参加しないんですけどなんかグループおしゃべり会というものがありましてあの3人1組になってあのファンの方とお話しするという機会がありましてであの次がいつかわからないんですけど私たち3期生まだどこで出るのかがわからないんですけど。 ね、一応そういうものがありますでもツーショット会はまだあのオンラインしかやってないですそろっとお仕事の準備でドローンしますって「また夜ね」って「また夜来てくださいありがとうねえ僕もスタバ行かないよ」ってあねえ一緒かも「バスセンターのカレー食べました食べた、ね、それが寿屋ですではってだよねだよね トブキ屋だよね今さあれって思ってねバンダイの近くにおにぎり屋いっぱいあるんだけどさバンダイの近くバンダイの近くというかうんだからあれなんだよね,ねあれって思ったけどき屋でした東京・中目黒のスタバにはワインが入ってるカクテルあったかもねってあそうなの うどん屋のそばねバスセンターのバスセンターの奥にあるやんってねバスセンターのカレーはバスセンターにあります店 <laughs> 名はバンダイそばってねバスセンターのさ場所をさ忘れてしまった私迷子になっちゃうマップ見ないとまだいけないねうどんそば屋さんにあるよってなるほど。 ラ、ね、ーちゃんと、ラーちゃん、ラーちゃんラーちゃんと、あれ、隣同士って。それはね、もう、学んだんよ。ね、ば、ば、あばあちゃんじゃない、間違えた。ラ <laughs> ーちゃん、うん。バスセンターのカレーはバンダイそば。ねで。その話はね、知ってるんよ。なんかね、その話は聞いた、なんか前に。でも バスセンターってどこにあるかわからないよね沼にハマりに来ましたってありがとう来てくださってありがとうございますグループおしゃべり会が発表されるの前日夜だからねってだよねそうだから私たちは参加できるのかがまだよくわかってないです はじめまして、南川遥です。来てくださってありがとうございます。ハートありがとう。ありがとう。ラブラの向かい側、向かいじゃんかって。うそ。ラブラ2から交差点挟んだ反対側え、嘘ラブラ2からだと簡単に行けるよって。嘘嘘嘘本当ほんと広場の下え、あの。 あのステージのさ下ですかもしかして広場ってあの私たちがあのあの『24時間テレビ』さんの時にステージに立ったあの下ですかもしかしてバンダイシティのステージバスセンターの上よえ嘘待って私それ知らなかったバスセンターってそこにあったの でバスセンター行ったことあるのに忘れたんだけどやばい私やっぱり迷子になるわこれあのー、あれなんですよねなんだっけなんだっけなんだっけそれも忘れたなんかさ道迷子になりやすい人バンダイステージの下屋で <laughs> まさかの <laughs> まさかのハルチュン沼のお名前 どうなったのどうなったあのねいっぱい候補ありましてでチュンチュン沼かハルチュン沼ねはるあの普通のシンプルのはるか沼はねやめますもうお腹空すいちゃったカレーの話したら今度カレー食べたくなっちゃったやばいどうも 鈴木さんの配信終わったので来ましたので「あおはようございます」って「いやおはよう来てくださってありがとうございます」待ってあまあもう50分になるのかあそう方向音痴そう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 方向音痴方向音痴だそう迷子のチュンチュンってそうなんよね迷子にあの新潟来てっていうか新潟来る前も迷子になってたんだけどあのー、千葉で。 でもなんか新潟来てもっと迷子になってて本当に大変です皆さん助けてください <laughs> おはようおはようございますおはようあちこちらでで流れつく沼ですねってそうあちあちこちからね流れ着くんですよここね最終的にはこっち戻ってくるんですよ皆さん多分朝からカレー行けるって 僕は無理っていやわかんな,いなんかね朝からカレーはあんまり食べないけどなんかお腹ギルギルで本当にお腹好きすぎて今何でも食べれる気がするとんかつもいける気がするブザーミートありがとうブザーミートありがとうおはようっておはようございます待ってエスカレーター降りたら右に行くと。 右に見えるって。待って。そこか。待って。ああ、そこだ。思い出した。ね、それ言われたら、思い出した。ね。そこか。はあ、私、なん、なんてことをしてたんだ。ね、なんか忘れてたけど、思い出した。 バッセンターのカレーって本当に安いって確かに確かにそうおはようおはようございますおはようみんな来てくれてありがとうおはよう入り口というか交差点のところにスタバがあるって確かにねスタバ目印にすればいいのかはるかちゃん千葉県出身かってそうなんですよそう、ね、千葉出身ですやらせてもらってます はじめまして、南川遥と申します。ぜひ名前だけでも覚えていてください。ねまた来てくれるのが一番嬉しいです。<laughs> そう待って何の話してたあ千葉県の話いや千葉県の話終わったよねだって終わったよね多分 名前だけ覚えときますねってえ絶対さ多分もう私の顔顔は覚えてないえ嘘ね名前だけってえ絶対私のさあれだよね顔も覚えてるよねもうだってオーディションの何オーディションのなんとか審査なん <laughs> だっけショールーム審査 毎回いた記憶がある。チラってありがとう、南川春香でございます。来てくださってありがとう。朝ダメなのがカレーラーメン、どんもの中華ってあ中華。ラーメンいけるんよね朝からラーメン。行ける。ねカレーも食べれ食べたいとは思わないけど食べれる気がする。 でも朝からバンダイそば人並んでるんによってあ確かに私がね行った時もねあのー、並んでたね並んでた朝行ったんだけどめちゃめちゃ早朝に行ったけど並んでた「はるちゃんおでこ出してる髪型が一番似合うと思いました」ってえそれね母にも言われた <laughs> その母に言われてさ どうしよう、しよ前髪伸ばそうか迷ってるんよねいや前髪そんなあの分かんないあの違う今じゃない今じゃないです全然今じゃないあの、高校卒業したらぐらいね高校卒業したぐらいかなね大人っぽくなりたいんで伸ばそうか迷ってる自分東京のバス会社なんだけど寿屋のおにぎりは先輩みんなおいしいと言ってるってそうなんですか でもね、私ねそんなね食べたことないんですよね,ね食べに行こうかしら「沼にはまりにけました」って「来てくださってありがとうございます」ね「バレバレよバレバレ」おか「お顔おとのお名前を完璧に覚えました」って嬉しいねじゃあ今度はなんだろうあ私の誕生日覚えてください <laughs> ね12月4日生まれですぜひ 覚えられたら覚えていってくださいママちゃんマジかってそうなんよママちゃんに言われたねママちゃんにおでこ出した方があーやばい携帯揺らしちゃったそう可愛いい子あっってありがとう可愛いい子あバスセンターのカレー意外と辛いえそうなんよ意外とっていうか私ねめちゃめちゃか辛いと思ってる ね私甘口派の人なんですごい辛いと思ってるあっもえってデコ出しやったら負けるつもりはないってあってデコ出しちょっと対決するかデコ出し対決ねえどんな対決やんって思っちゃうあなあありがとう待って54分かやばいな朝から食べれないものを食器以外にあるかってえ私ないかも私ないかもしれん あ、でもね、食欲ない時は朝から何も食べれないはるちゃんおでこで、でもかわいい顔じゃあかわいいじゃないな顔なんだろう誕生日思いましたって嘘ありがとうございますぜひぜひ誕生日の時来てね待ってます <laughs> いや誕生日じゃなくてもさ毎回来てほしいんだけどさ 待って、ランキング読まないといけないかもねえはるちゃん千葉県あ千葉出身ないよねそうそう千葉出身おはようございます南香はるかですねおでこにテロップ芸で始めそうってわかるね顔小さいあ褒めてくれてたね顔小さいキュートかと思った可愛い,いって言われてんのかと思ったら小さいかえでも嬉しいなありがとうございます そんな小さくないよねおはようおはようございます待って一回ランキング読むバッセンターのカレー普通盛りでお。小刀同じぐらいわかんないデコ出し気に入ったありがとう嬉しいなじゃあちょっとさランキング読むねあと四分しかないやばいやばい 十三位からいきます。十三位高見さん。ありがとうございます。十二位ちっちさん。ありがとうございます。十一位よしさん。ありがとうございます。十一位きりさん。ありがとうございます。九位ちぼうさん。ありがとうございます。八位ぼうさん。ありがとうございます。七位みなみかんはるさん。ありがとうございます。六位からぽやさん。ありがとうございます。 5位坂秀一さんありがとうございます4位南川豪さんありがとうございます3位和也さんありがとうございます2位ジェイソンさんありがとうございますそして第1位はドルドルドンフィルバラさんですおめでとうございますありがとうございますねありがとうってこちらこそ配信見に来てくださってありがとうございます キュートあキュートやろってありがとうねえはいちゃんははっきりしてる顔をしてるよってはっきりしてる顔って何だろうおはようおはようありがとうってこちらこそありがとう待ってパチパチに誕生日入れてくれてるなんかありがとうみんな嬉しいありがとう今日も朝から癒されましたってえそんなことないでしょ絶対 ね、配信ありがとうってこちらこそありがとう朝配信お疲れ様ですねこのさ顔でスクショタイムはさきついけどなかなかにきついけどスクショタイムだけするねあと2分ある待ってやばいね今日楽しんできてね,ね今日楽しんでねちょっとこの子だけ乗せてスクショタイムするわ 紐がさ、目立つんよ <laughs> タコあ、タコじゃないこれ、こっちだタコはタコ、タコ、タコ、タコなんか手、手がカエルだこっちがカエルだ 今日もカエルさんアバターのハルチュウ見つけられるかなってあちょっと見つけないでください私配信見てることバレちゃう、ね、今日も元気いただきましたってありがとうまた夜配信あのできたらやるので来てください待ってますあタコ三郎です今のよく分かったねねまたまた来てね ねあのー、もしかしたら遅れるかもしれないんですけど9時から配信します21時また来てねみんなお仕事頑張ってくださーいまたねーまた来てねーあ,ーありがとうあ,ーとありがとうありがとう